おはようございます。速稼塾の久保です。今日は1月18日月曜日ですよね。相場が開くちょっと前なんですけども、今のうちに相場解説のをして今日の予測をね考えていこうかと思います。それではねちょっと画面を切り替えますけども、最近は暗号通貨の方もねなんかすごく活気を帯びてきて、まあ、私の方はずっと見ていたんですけども、どうもね暗号通貨がちょっとね盛り上がってきたわけなんですよね。これがだからねもう撤退の合図なんですよ。で、今まで聞いたこともなかったような通貨が爆上がりしたでしょ。あれっていうのはもうすでにね暗号通貨をどこで買っていいか分かんないから、とりあえず安いのを1万円買っとこうかな、10万円買っとこうかなみたいなので資金が流入してるんですよ。ビットコインって今380万円ぐらいですけども、これね1ビットコインからしか買えないって思ってる人結構いるんですよ。0.001 ビットから買えるんですけどもね、数千円とかで買えるんですけどもね。でも暗号通貨の素人さんっていうのは本当そういう感覚なんで、そういう方がねあれどれもこれも暗号通貨高いな、この ISOT ってのでも買っとこうかなみたいな形で1年2年の時にズバッと買うわけなんですよね。これによって爆上がりっていうのが起きてるんですけども、まあこういうふうなね今まで暗号通貨をずっと見てきた人が買ってないようなコインっていうのを買われるっていうのはもうね末期なわけなんですよ。まあ、ですので一回、デフォルトが起きると思います。暗号通貨はねドバーンとねいろんなものが価格を暴落して、本当に強いものがまたね堅調に伸びてくるのかなと思っております。現時点で私はですねビットコイン、そしてイーサリアム、この2つの動きに気をつけていけば ADA は相変わらずねどんどん上がってきますし、 XRP はもう考えるのもめんどくさくなってきて分かんなくなってきたんでもう放置ですね。 XRP に感じましたよ。もうですねお手上げの部分はお手上げなんですけども、BTC とイーサリアム、この2つはね値を上げてくるんじゃないかな。特に BTC は400数十万、イーサリウムは15万から20万、この辺を見ていけるんではないかなと思います。ちょっと余談になりましたけども、じゃあ FX の通常のねドル円の方にちょっと画面を移していきましょうか。暗号通貨もね結構ね目立つんですよね今ね。はい、では週足でございます。いつもと同じように引いていきます。週足をこういう風にねポイントを取って横線引いていきます。これも皆さんできるようになりました。だから下の勝負になりますよとか言った時からずっと下でしょ、ここね、この感覚が大事ですよ。で、移動平均線も込みでのトレンドはずっと下げになってます。移動平均線込みでね、だからこれからもセルで行ければいいのは間違いないです。小さい時間軸でセルで行って、例えばね含み損を抱えてもずっと放っとけば必ずセルの方に移転して、利益確定できるんですよね。だから焦って損切りしないことですよね。はい、次がデイリーですね。デイリーも同じように横一線で右下下がりになってます。こういう感じですね。これもずっと何日もやってる線だからもう覚えたと思います。で、一瞬の突き上げはあったんだけども、結局はこの上の辺に当たって下に下がるということですね。で、今ちょっと横ばいに入ってますね。横ばいに入ってなんか下ひげが目立つような形で、横ばいですよね。移動平均線はちょっと上昇していくんで、ここと似たような感じになるのかなと思ってます。こことね、要するにその後ではまた下がるってことなんですけどね。こういうふうに、そういうふうに今は考えてます。では4時間の方ですね。はい、4時間ではですね、これが何が見えてるかっていうと、まあ波動のこのエリオット波動っていうのを今度やりますからね。エリオット波動っていうのをやりますけども、今回はですねエリオット波動ではなくて、この線をグーッと引いた時に収束にかかっているところが今私はこういうふうに見えて取れるんですよね。まあ、ですので上か下にブレイクするっていういつもの形ができます。まあ、私は下だと思います。じゃあ最後1時間見てみますね。1時間なんですけども、この収束にかかっているところでしょ、あれ収束に、こういうふうにね、こういうふうに、だからちょっとブレイクがもうすぐなんじゃないかなと思うんですよ。移動平均線をちょっとたどってみますと、こういうふうな形になってます。で、だんだん収束してるでしょ。だからこれは下にブレイクする前兆だと思います。まあ上に行く時もあるんですけども、私は下にブレイクすることに山を張って、例えばですね、大きく考えるとここにロスカットラインを引いてセルの方にエントリーするって形ですね。この考え方です。あとはどこでエントリーするかなんですけども、まあポイントはですね、ここもあるんですよね。ここに触れたら反転狙いかなっていうところとね、この間でちょっと探すのは難しいですよ。この間で探すの、ね、難しいでしょ。はい、ということですね。今日もね相場解説させていただきましたけども、
皆さんの相場はね、どういうふうにお考えでしょうか。暗号通貨と合わせてね、今 FX を見てるんですけども、いや面白いですね。1月も下旬にこれから入りますんでね、これからますます利益出しやすくなるんじゃないかなと思ってます。1月の後半から2月3月と FX はね、本当花盛りだと思いますんで、皆さん毎日相場を見ていきましょう。それではいってらっしゃい。